はい、では、アセットの、習慣ではないんだけど、タイタニック号を作るですね、のパック4が届きましたので、こちらの作業をやっていこうと思います。パック4は21号から21、22、23、24、25、26、27、28までの8号分になりますので、こちら一気に制作していきます。はい、というわけで、パック21は、左舷船体の組み立てということで、入ってる部品はこういう感じの部品になりますんで、これをここに組み合わせていきます。よいしょ、ちょっと気づいちゃうかな、下にタオルを引いといて、はい、組み立てやっていきましょう。で、これがつく場所はここですね。ここにつく形になるので、ここでパーツのね、突起をうまく組み合わせつつここに入れないとダメなんで、よいしょ、いっ、OK、ここのね、ネジ穴、ここのネジ穴の突起をこの接続部品の穴に差しつつ、ここの位置を合わせて差し込みます。で、セットしてあげたら、ネジ IM、 ネジ IM を使ってここの鑑定の4箇所を固定してあげます。でね、この底の部分はいいんですけどね、この横がね、六角なんですよね。まあ仕方ないんですけど、六角じゃないと締めれないから、ドライバー入んないですからね。なんですけど、まあ六角で締めるのも、まあまあ大変なんで、頑張ってやっていきましょう。映ってるよ、ね、よいしょ。よいしょ。はい。この4箇所を固定したら、次にこっちのネジ KM、 ネジ KM を使って固定していくんですが、これがね、六角なの で何回もこうやって締めていかないとダメなんで、やや面倒くさいですが、頑張りましょう。なんか安いラチェット買おうかな、これ。これ多分この先ね、この手の作業あっちこっちで出てくると思うんですよね。なんでね、これ全部六角レンチでこうやって締めてたら大変なんでね。しかもまたこれあれやな、六角の精度が悪いな。精度なのかな。こちらキット付属のやつでやった方がいいかな。なんかね、僕持ってるちゃんとした六角レンチ、僕が持ってるちゃんとした六角レンチだとサイズが合わないんですよね。なんでしっかり締め切れないんですよ。でも付属のやつだとなんかちゃんと噛むので、何なんだろうな、俺の六角レンチが下手ってるのか、それかこれが、この六角が実はインチ規格だったりするのか、そういうパターンもあったりしますからね。大まかに締めていくときはちょっと緩い方で締めていって、はい、OK。こんな感じで、6本ですね、固定してあげたら、これで、21号の作業は終了になります。はい。まずは次の作業行きましょう。はい。続いて22号をやっていきましょう。22号は、入ってる部品は基板と、あとこの窓枠ですね、が入ってますので、これらを取り付けていきます。で、この窓枠、これエッチングパーツ、金属の板に、こういう窓枠がね、窓枠が造形されているっていう形になるんで、
このつながってる部分を押し切って切り離してあげるって形になるんで、まあ、僕はね専用の道具使ってるからあれなんですけど、専用道具がないっていう方はカッターの刃とかでギュッて押し切る感じで押し切ってあげると切れます。なんでこれをグッと合わせて、カットするところに合わせてあげてグッと押し切って切ってあげます。でこの長方形の窓からまずやっていくんで、これをねまず全部飛んでったー、さてすごく勢いよく切れて飛んでった。ちょっと後で探すとして、これねめっちゃ勢いよく飛んでいきますね。こう飛んでいかないように指で押さえて切ってあげるっていう風にしましょう。でね僕のやつこれがねちょっと刃が厚みがあるせいでねちょっと押されて少し曲がっちゃったんで、これも修正しつつ、でこのカットしたやつを、こっちですね、こっちの窓枠のところに貼っていきます。で貼っていくときは、公式の動画だと瞬着っていう風に言ってるんですけど、まあ瞬着でもいいんですけど、ちょっと汚くなっちゃいそうな気もするからゴム系接着剤でつけようかな。あ、でもこれゴム系だとちょっとめんどくさいかもな。これをこの枠の幅が狭い方が上に来るようにしてここに取り付け、こういう形になります。これをねひたすらつけていくという形。これはやっぱゴム系より瞬着の方がやりやすいかな。作業瞬着の場合だとこの縁のところに瞬着をちょいとつけてあげて、でギュッと押さえたい。どっちでやってもまあまあ大変そうやな。まあね、どっちかやりやすい方でやっていきましょう。それをねひたすらぐるーっとここ全部貼っていくので、ちょっとささっとスキップします。はい、そしたら、この長方形の窓をぐるっと一周、左右ですね、左右両方貼ったのと、あとこのアーチ状の窓も貼ること自体は一緒なんで、こっちですね、こっちにぐるっと貼りました。こんな感じで、ここ2箇所だけはちょっとサイズが違うらしいので、今回のやつには含まれてないので貼ってないっていう感じになってます。であと、4枚残ってるんですけども、これは取り置きってことなんで置いておきます。はい、そしたらじゃあ次の作業いきましょう。次は、ここの裏側にこの基板を取り付けるっていう作業なので、これをねここにセットして、でここの LED の位置を合わせた状態でグッと押し込むとここの爪にパチンとはまる形になるので入れるんですが、前の時もそうだったんですけどね、これめっちゃ硬いんでねちょっと怖いんですよね。よいしょ。この基板を止めるこの、ね、爪がねむちゃくちゃ硬いんですよ。大丈夫かこれ。OK かな。 OK、 こんな感じで取り付けてあげます。はい、いやこれ事前にテントテストはしてあります。なんでこんな感じで取り付けてあげたら、次に、この煙突のパーツを出してきて、ここからこのスモーク発生装置を取り出してあげます。これ前やったのと一緒ですね。スモーク発生装置を取り出してあげて、あれ出てこない、あれなんか引っかかって出てこないぞ。ん、何やろ、大丈夫かな。はい、これを引っ張り出してあげて、まずねこの配線をここにこのゴムリングで固定してあげますよいしょ。まあこのゴムリングはね固定するだけなんで別にねじれても問題はないので、こんな感じで固定しておきます。で次にこの延長コードですね、延長コードをここに差し込んであげるんですけど、こっちから差した方がね作業しやすいんで、こっちから差します。スルスルと入れて、でこのメス側のコネクターの方をが上から出るようにしてあげたら、ここでテープで固定しておきます。
ね、テープで固定しておいて、で、この配線をこっから下に通しつつ、この煙突をここに固定してあげる。この煙突の向きをね、間違えないように気をつけて、ギュッとこう差し込んであげます。よいしょ。そしたら、ここから裏側からこのネジ AP を使って煙突を固定していきます。よいしょ。はい、こんな感じ。こんな感じで固定してあげたので、これで22号の作業終了になります。こんな感じ。はい、そしたらね、この辺はちょっと置いておく形ですね、なるので、次の作業に行きましょう。はい、では続いて23号ですね。23号はアンカーウィンチの取り付けということで、いかりですねの、巻き上げ機の取り付けなんですけど、このパーツがね、ゼンマイみたいなパーツになってるんで、これをね使ってやっていきます。で、まずこっから6センチこれを引き出してくださいっていうことなんで、6センチ、まあ大体でいいみたいですけど、6センチ出してあげたら、そのパーツをここにセットして、で、ここから出しておきます。ちょっと待って、向き合ってるのこれ、逆だ、危ない。まあ間違えてても問題はないと思うんですけど、逆でした、こう向きだ、こう向きに入れてあげる。こう向きに入れてあげたら、上からこのパーツで蓋をして、でネジ AP で固定します。よいしょ。現状なんでこんな構造になってるのかはあんまりよく分かってない。まあ出来上がったら理由が分かるんでしょう。でなんか、よいしょ、はい、こんな感じで、ウィンチのパーツを組み立ててあげたら、これを船体に取り付ける。出してきて、これが前側に来るようにしてここにセット。で、ここを、ネジ AM で固定してあげると。よいしょ、ね、固定していきます。よいしょ。はい、こんな感じで、ネジ4本で固定してあげたら、これで23号の作業終了になります。なんでね、次行きましょう。はい、では24号やっていきましょう。24号は左舷側アンカーの取り付けってことなんですけど、その前に、この船体パネルを取り付けるようになってるんで、順番にやっていきましょう。はい、ではね、船体パネルはこう横からね、パチンとはめ込むんですけど、いろいろあちこちが干渉するので、それをかわしつつ、こいつがね、この上のこのパーツがちょっと干渉しちゃうんで、ここをちょっと緩めた方がいいですね。緩めてちょっとかわせるようにしてあげて、で、こうはめ込むと。よいしょ、こういう形にしてあげるといいですね。ここがね、ここがネジの受けんところにかぶさる形になるんですけど、そこがちょっと引っかかっちゃうんで、こんな感じにしてあげたら、ちょっと一旦寝かせて、この横の3箇所を、この皿付きの六角のネジ、LM ですね、 LM を使って固定します。この LM に関して、ここに関しては若干ね、ちょっと幅が広くなってきたこともあって、作業がしやすくなっています。ただネジの精度がさらに悪くなっているので、ネジを締める際は舐めないように気をつけながら締めていきましょう。はい、舐めました。
はい、舐めました。終わり。なんでこんなネジを使うのかな、ほんまに。もうちょっとまともなネジ使えばいいのにね。毎回言って、もうこれ系のやつで常に言ってますけど、僕は。なんでこう、ひどいネジばっかり使うんだろうな。もうネジがすごくストレス。なんかこれ、ネジ噛んでんのかこれ。六角のねネジってね、舐めるとね、ほんまにもう取り返しがつかなくなるんでね、なるべく舐めないようになんとかしたいんだけど、無理でした。3本中2本舐めました。無理。はい。で、次にこの横ですね。横のここの2箇所も同じようにネジで固定すると。2mm と2.5mm の間ぐらいのサイズなんですよね。なので僕が持ってる KTC の六角レンチだと 2mm だと緩いし 2.5mm は入らないっていう感じで、付属のやつがまあなんか一応入るんですけど、まあ、それに合わせて作ってあるからなのか何なのか分かんないけど、サイズはピタッと合うんですけど、もうすでにね、頭がこの工具の方の頭が舐めてきてるんですよね。多分素材の強度不足だと思うんですけど、このねネジがね微妙に工具と噛み合ってるようで噛み合ってない感じが、まあ、あのインチのネジを間違えてミリ工具で回してる時みたいなね、すごく嫌な感じ。あんま締めるとね、あんまトルクかけるとこっちの工具が死んでしまう可能性があるんでね、そこそこにしときましょう。はい。そしたらまた立ててあげて、次にネジ AM を使ってさっきのねここの部分をネジ止めしてあげる。ここでねプラスもね、なんか愛がイマイチなんだよな。よいしょ。はい、こんな感じで固定してあげたら、次にこの怒りのチェーンをこの左舷のここの穴に通してあげます。で、通してあげたらこのチェーンがこのスペーサーの上、このスペーサーの上、このスペーサー2本の上を通るようにして取り回して、で、さっきのこのウィンチのこのフックに引っ掛けます。で、この時に、これがね、ちゃんと引っ張られて、ここにピタッと合うようにしないとダメなんですよ。で、今、合わせると、ダルダルなんですよね、これね。ダルダルなんで、これは、ちょっと、あまり良くない状態なんで、一回ここを外して、ウィンチから出てるこの、ケーブルの長さをもうちょっと短くしてあげる。6センチって書いてあったから6センチにしたはずなんだけどな。やりにくいな。一巻きぐらいでいいかな。これがねゼンマイなんで、ちょっと引っ張り出したら戻るんですけど、ちょっと引っ張ったら戻っていくんですけど、あんまりしっかり戻らないんですよね。なんか10引っ張り出したら6ぐらいまでしか戻らなかったりするんですよね。なんでその兼ね合いで今ちょっと長さが足りなかったんで、こうしてあげて、でもう一回ここを軽く引っ張って、スペースが
OK。こういう感じで、ここのね、テンションがかかってる状態。で、ここの怒りがここにピタッと当たってる状態。こういう状態にしてあげます。はい。そしたらこれで23号の作業終了になるので、次行きましょう。はい。そしたら次25号ですね。25号は、ウェルデッキ前方隔壁の組み立てってことで、はい、出る部品こんな感じになるので、これの組み立てやっていきましょう。はい。そしたら、まずは、この辺のね、パーツをつけていくんですけど、A っていう刻印が入ってるパーツ、これを、ここの真ん中2箇所にセットして、で、ここをネジ CP で固定します。ここと、ここですね。こういう形。で、こことここに、この B の刻印が入ってるパーツを取り付け。この接続部分のね、形が違うんで、間違えないように取り付けましょう。あ、で、これ取り付ける箇所はね、こういう鍵型の突起とへこみの組み合わせになってるんで、付ける向きは間違えないと思うので、こういう向きで付けていきます。よいしょ。はい、こういう感じ。で、付けてあげたら、これを、ここですね。このウェルデッキの先っぽの部分に、このパーツをはめ込む。この突起をここにはめ込む形で、ここにギュッとセットしてあげて、しっかり奥まではめ込んだら、裏側からネジ CP で固定。ここと、よいしょ。はい、こんな感じで固定してあげます。はい。で、これを固定したら、裏側にこの基板ですね。この基板を取り付け。よいしょ。よっ。相変わらず、つけるのが怖い。よいしょ。はい。こういう形で基板を取り付けてあげたら、この選手甲板を出してきて、こことここ。あ、違う。その前に、これつけないとか。ここの階段のパーツ。階段のパーツを、ここにパチンとはめ込んであげて、ここ接着してた方がいいかな、一応。まあ、多分、パーツが押されるんでね、接着しなくても外れないとは思うんですが、一応ね、接着しといて、で、ここと、ここと、この B がここの2箇所で A がここの2箇所に噛み合うので、ここで組み合わせてあげたらネジ CP で固定。よし、はい、こんな感じでね、だいぶ甲板が出来上がってきましたね。で、ちょっとね、この甲板のこの木のシートね、結構浮いてくるんで、浮いてきてるとこはね、後からでもいいので瞬着とかをこうやってつけて、浮いてこないように押さえておきましょう。瞬着をつけたところは全然浮いてこないので、こんな感じでね、つけておきましょう。よし、 OK、 こんな感じ。はい、そしたらこれで、今回の作業終了なんで、次の作業に行きましょう。はい、では続いて26号やっていきましょう。26号はエンジンルームデッキの組み立てってことで、こんな感じのパーツが入ってるんで、これら組み合わせていきます。で、まずはこのパーツとこのパーツを合体。で、これはプラなんでね、プラ用の接着剤でつくと思うので、こことここを接着しよう。こういう形で接着してあげます。で、ここにこのパーツ、このパイプ類をつけていくんですけど、ちょっと説明書の手順だと結構無茶なことを言ってくるので、ここは僕の手順でやっていきます。で、まずこのパイプ、この長いパイプをここの穴に刺して、で、こっちの短い曲がってるパーツをここの穴に刺す。で、この状態で、こことここが、繋がるようにしてあげる。
こういう形、こことここがつながるようにしてあげて、でそれぞれを全部接着してあげる。公式動画だと先にパイプ同士を接着してそれからここにつけるっていう指示になってるんですけど、ここのねパイプ同士の部分がね接着しろがほとんどない上に角度がねちょっとでも曲がるとつかなくなってしまうんで、ちょっとそのやり方は無茶があるかなと思うので、こういうやり方でいきます。よいしょ。で反対側も同じように取り付けて、でこっちも取り付けて、でパイプ同士を接続で接着と。でこの時にまあこのパイプの角度が美しい角度になるように調整してあげて、まあ、特にねどういう角度っていうのはあまりしっかり言及されてないんですけど、公式動画では、まあ、ここのね長いパイプ2本が平行になってた方が美しいよねとか、ここのパイプがね水平になってる方がいいよねとか、いろいろあると思うので、ちょっとその辺をね美的感覚に合わせて調整してあげてください。という感じね。ここだから一番奥まで押し込んじゃうとね、ここが当たっちゃうんですよね。だからちょっとブサイクなんでちょっと浮かして、このパーツ同士が全部垂直水平合うようにしてあげたら、次にこのエルボーパイプ、このちっちゃいねこのエルボーパイプをここにセットして、これも接着でしょ。で、ね、差し込む部分が D の字になってるんで、こういう向きにしか刺さらないようになってるので、こう刺してあげたら、このエンジンルームデッキのここですね、ここにこういう形でくっつきます。で裏側からネジ EP を使ってこのエンジンブロック、このパーツを固定する。よいしょ。ここと、はい、こんな感じで固定してあげたら、今触っちゃってパイプの角度がずれたからもう一回調整して、はい、これで26号の作業終了になります。はい、じゃあ次行きましょう。はい、では次27号やっていきます。27号は第2エンジンの組み立てってことで、そりゃそうですよね、エンジン一機なわけないですもんね。一機やったら一個壊れたら、航行できなくなってしまうんで、第2エンジンっていうのが乗ってるので、組んでいきます。やること自体はねほとんど一緒なんですけども、もうすっかり忘れてしまったので説明しながらやっていきます。でまずこのパーツとこのパーツを組み合わせる。ここにパチンで、ここにパチン、こういう形で組み合わせて、で空いてるここに、このパーツのちっちゃい方の CG ですね、これをパチンとはめ込んであげます。こういう形、こういう形で取り付けたのを4セット作ってあげます。で次に、このパーツにこのシリンダーのパーツをつけていくんですが、それぞれねここに5678で、この内側にも5678って品番が番号が打ってあるので、それを参考に取り付けていきます。よいしょ。でここにセットして、ここを固定。よいしょ。で66ネジが、よいしょ、ネジ硬いなこれ。よいしょ。よし。でこっちが L7。で L8 ですね。よし。よいしょ。はい、こんな感じでセットしてあげたら、これで27は作業終了になります。はい、まずは最後28号に行きましょう。はい、そしたら28号の作業やっていきましょう。28号は、第2エンジンの組み立ての続きということで、こんな感じになってます。はい、こちらまずこのパーツにさっきと同じようにそれぞれの番号に対応するシリンダーパーツを取り付けていく。 R5678 って書いてあるんで順番につけていきます。よいしょ。 R8 で
R7 がすごく刻印が薄いですけども、今日なんかね外がねすんげえ風強いんですよね。なんかさっきから窓がバッタンバッタン言ってる。大丈夫か。ねえもうネジが硬いんだ。まあいいか。で R6、まあ、最終的にね左右ガッチャンコするんで、まあ、多少ちょっと緩くても問題はないと思います。はい、よし、はい、こんな感じでシリンダーパーツを全部つけたら、次にこのコンロッドとピストンを組み付けるんですけど、この C 字のねジョイントC 字のジョイントが同じ方向を向くようにして、同じ方向を向くようにしてこことここをバチンと組み合わせます。こんな感じ。はい、じゃあこれで OK です。はい、なので、同じのをあと3つやってあげたら、これで28号の組み立ても終了になります。はい、こんな感じ。そしたら、今回のパック4の作業はこれで全て終了っていう形になりますので、また次が届いたら、引き続き作業やっていきますので、続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、いいねとかコメントいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。